鈴木。鈴木、鈴木、学名、ラティアラブラックスジャポーニカスは、鈴木目鈴木アモク、鈴木科に属する魚。海岸近くや河川に生息する大型の肉食魚で、食用や釣りの対象魚として人気がある。成長につれて、呼び名が変わる出世魚である。秋の季語。鈴木の名の由来については、諸説ある。鈴木は、いわゆる出世魚で、 成長とともに、呼び名が変わる。ただし、地方によって、呼び名は様々に異なり、統一的な定義はない。例として、関東では1年ものと2年もので、全長20から30センチメートル程度までのものを、生後2、3年目以降の魚で全長40から60センチメートル程度までを、復古、それ以上の大きさの通常4から5年もの以降、 程度の成熟業、鈴木と呼んでいる。関西では、復古の代わりに、羽という呼称が使われている。東海地方では、60センチメートル程度までを、一律に、生後、それ以上の大きさの成熟業、マダカと呼んで二分することが多い。宮城県周辺では、小型のものを、切羽とも呼ぶ。有明海産は、地元の人からは、白羅と呼ばれている。全長は、 最大で1メートルを超える。体は細長くて、平たい、側平たする。口は大きく、下顎が上顎より前に出る。体色は、背中側が、緑黒色、海緑色、体側から腹部にかけて、銀白色をしている。尾びれはハート型に切れ込む。若い個体の中には、背側や背びれに小黒点が散在する個体もあり、成長とともに消えるが、 背びれの黒点は大きくなっても残ることがある。北海道南部から九州までの日本列島沿岸と朝鮮半島東南部、沿海州に分布する。冬は湾口部や川口など外洋水の影響を受ける水域で産卵や一冬を行い、春から秋には内湾や河川内で暮らすという比較的規則的な回遊を行う。昼間はあまり動かないが夜になると動き出す。 食性は肉食性で、小魚や甲殻類などを大きな口で捕食する。産卵期は大体いい10月から3月で、生期は日本の多くの場所で12月から1月である。蒸気の海域において直径約1.3ミ、mm、リメートルの卵を産む。卵は単独で海中を漂い、分離浮き製卵、死魚は成長に伴い湾王や川口近くに集合する。 冬から春に湾を干潟、アマモ場、ガラモ場、砂浜海岸や川口付近、河川内の各朝所で、こち魚が見られる。一部は、体長2センチメートルほどのこち魚機から、循環水域まで遡上する。この際、遡上前の成長が、より悪い個体ほど河川に遡上する傾向がある。こち魚は遊泳力が非常に弱いため、潮鮮の大きな有明海では、下石を利用して、 潮石の非常に小さい日本海では、塩水素状を利用して、河川を素状する。若狭湾で、磁石の微量元素を指標にして調べた結果によれば、循環水域を利用する個体の割合は3割強に、上る。小ち魚は、貝足類や枝酢類などの小型の生物から、網類、短脚類などの比較的大型の生物へと主食を変化させながら成長する。 夏になると河川に遡上した個体の一部が5センチメートルほどになり海に下る。春、秋にかけての水温の高い時期は、浸透圧調整機能も高いため、制御期以降も少なからぬ個体が、河川の循環水域のかなり上流まで遡上する。かつて石やダムのなかった頃は、琵琶湖まで遡上する個体もいたと言われる。現在でも、利根川、 1 0 0トル以上を、はじめ多くの河川で素状が見られる。埼玉水族館、公益財団法人埼玉県公園緑地協会は、飼育水温を常時23度以上に維持することで、多数の鈴木を淡水魚として執念、周年、修正、生態展示することに成功している。一方で、内湾にも多くの個体が存在するが、それらの数と河川の個体の数との比や、 相互の移動などについてはよくわかっていない。鈴木族の上の区分化の分類は見解が分かれることがある。日本での代表種である鈴木の名をつけて、和名では鈴木化という名を用いる場合が多いが、これの意味するところは場合により異なる。があるが、現在では鈴木族は鈴木化に含まれ、ペルキクティス化にもモロネかにも含まれていないため、が、鈴木化とされている。 鈴木アモクにも関連記事。鈴木属魚類の分布は東アジアに限られ、鈴木の他に近縁な二種及び交雑個体群に由来する集団が知られる。いずれも食用や遊魚の対象として有用である。低地網、差し網などの沿岸漁業で多く漁獲される。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、大阪湾含む有明海、 別古大群などの内湾が主な漁場である。最も漁獲量が多いのは千葉県で兵庫県が継ぐ。また、養殖は昔から再捕手病を用いて少量ながら行われていたが、1990年頃から愛媛県などで主に大陸鈴木を用いた養殖が盛んになった。現在はかつてほど盛んではない。 普通の餌釣りはもちろん、海のルアーフィッシングの対象魚としても人気が高い。ルアーフィッシングでは鈴木によく似た、ヨーロッパ鈴木、鈴木アモクを参照の英語名から取った、シーバスの名が定着している。釣りジャーナリストの西山トールがこの名を使用し始めたと言われる。観賞用等に飼育することも可能であるが、相応の設備が必要である。身は、血合いがほとんどない白身で、 スズキという和名が、すすぎ洗いしたような綺麗な実に由来するとする説も、あるほど。実の質はタイに似て、柔らかくて癖もなくあっさりしている。関東よりも、関西でよく食べられる。産卵期である冬に、内湾に産卵回遊した大型のスズキが高くされて、多く、市場に出回り、そのために、スズキの旬が、冬とされることがあるが、この時期には、 生殖腺に栄養が多く要求されるために体は痩せて肉質は非常に悪い。スズキの肉質が良くなるのは夏で、夏のスズキはよく太って非常に美味である。旬の定義をその魚が最も美味しい時期とするならば、スズキの旬は夏である。生息場所が沿岸であることから、水質の良くない河川や工場排水の流れ込む場所で捕獲されるスズキは、 臭みがあり敬遠されることがある。河川によっては食用に耐えない匂いのする個体も、いるので注意。良好な水質に生息する個体は、魚肉やアラのみならず、肝臓や心臓は、ソテー、腸は、吸い物や煮物、刺身で余った皮は炙り焼き、骨は、出汁等々、捨てる部分がほとんどなく無駄なく食べられる。しかし、透明度が高く一見綺麗な水域であっても、 特に臓器に長期間滞留するとされるダイオキシンや、ポリエンカビフェニル、PCB、重金属などで汚染された水域や、良好でない水域で捕獲した個体の内臓を食べることは避けるべきであり、これらの水域で捕獲した個体は魚肉であっても、継続的な摂取は避ける方が無難である。環境省が毎年発行している化学物質と環境には、鈴木の PCB 等の 内分泌拡乱物質濃度が公開されており、東京湾における鈴木の PCB 濃度が高くなっているので、妊婦が接触する場合には、専門家に相談することが望ましい。息と物を調理あるいは生け締めする場合、暴れる上、災害が非常に鋭く危険であるので、頭部を叩いて失神させてから行うと良い。または、脊椎を切断しなくとも、エラの周囲を包丁で探り、 大の付け根の血管も切断して、血が滲み出るのを確認してから、しばらく海水中に置けば締められる。特に捕獲して、すぐに、頭部の付け根付近の脊椎を切断。大の付け根の血管も切断して、生け締めにし、手早く薄作りにしたものを氷を入れた、日本酒、または氷水で身が白濁するまで余分な脂肪分を落ちとった、洗いが、日本料理では最も美味だとする食通。 料理研究家や指揮者の評価が多い。大部分の魚類同様、目の周囲の脂身は眼球を動かす筋肉とうまみが凝縮された脂肪分、DHA など人の健康に有益とされる栄養素を多量に含むを堪能でき、釜や胸びれの付け根などの荒も筋肉質で身がしまっており、煮ても焼いても美味である。春以外でも年間を通して、 癖のない白身は高級食材として、フランス料理にも多用され、カルパッチョ、ムニエル、ポアレにも重宝されている。新鮮なものは刺身にするが、昆布締め、ナマス、寿司ネタなど、刺身に手を加えて、味や歯触りを楽しめるようにした料理もよく作られる。他に叩たたき、揚げ物、炒め物、塩焼き、しょ焼き、煮付け、鍋物など、和洋中を問わず、 刺したような料理に利用される。変わったところでは、燻製も美味である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。